さあ、つくばバトル。新たなライバルを相手に RS200、 そして TRD バージョンがどんな戦いを見せるか。グリッドは逆パワーウェイトレシオ順とした。ホールはノーマルアルテッツァ。さて、あのアルテッツァで初めてのバトルですけども、まあ FR なんで、あのタイヤがよく持つとか、あのブレーキが持つとかね、なんかこの車の特徴を生かして、走りたいと思います。2番手は TRD バージョン。通常のいい車はやっぱりこうやってあの TRD バージョンが出てきますけれども、86の再来といいますか、86がセダンになって2リッターになって帰ってきたと、思っていただければいいんじゃないかなと思います。マイチェンも初登場のプレリュード。はい、ファイナーチェンジされたプレリュードです。ATTS じゃなくて普通の LSD になったんですけども、まあ、2.2 リッターありますんで、速いこの他、その他、こいつらと、まあ、いい勝負になるんじゃないかと思います。天禄キングシビック R。 シビックタイプ R なんですけども、アクセッサーよりも、パワーウェイトレシオでは有利で、しかも今日の車の中で一番、値段が安いということで、安くて速いところを見せたいと思います。最大のライバル、インテアール4ドア。おはようございます。2リッターとかね、2.2 とか 2.5 のターボとかに囲まれてるけども、まあシビックがいるだろう、インテアール4ドア3ドア、まあその辺で、さっきとでやっぱり駆動系じゃないと、いい車はいいんだっていうところを見せたいなと思ってます。そしてインテアール3ドア。インテアールでございます。アルテッタが2リッター、これが 1.8。 まあこの辺ね、車のパワー差だけじゃないと思いますので、車の足の良さをこれ見せたいと思います。 FR のスカイラインはターボモデル。さて、新発売のアルテッタとどこまで勝負できるか。これは 2.5 のターボでちょっと動力的には上なんですが、まあ新しい時代の車とどこまで勝負できるか。さあ、バトルスタート。おっと、 TRD アルテッツァが出遅れたが、ロケットスタートはタクヤスカイライン。プレリュードも TRD の前へ出た。クラッチが帰ってこない。スカイラインやっぱターボ速いな。おっと、ガンさん、ハンクラを使ってエンジン回転キープ。こりゃ危ないバトルになりそうだ。外から行ったらドベになっちゃった。もうなんでシビックがそんな速いんだ。アルテッツァここまでは速い。やっぱ FF じゃないからね、ダが効く、大打角でも。ああ、タクちゃん、それは困る。それは困るよ、そんなところに来られたら。まあ、やばいね、皆さん。だと、プレリュードのリアが流れた。プレリュード危ない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 よ。5000回転ぐらいでもうちょっとトルクあるといいんだけどな。ここで負けるわけにはいかないスカイライン。ちょっと危ない走りで2番手に浮上、追撃に入った。その後ろも大混戦。さあ、アルテッツァの加速は。なんかゲートがスポーンと入んないゲートなんですね、これ。アルテッツァよりもストレート速い。あ、インテグラが来ちゃったよ。インテグラがバックストレート160以上出るんだけどな。さんもシビアなドライビングで前との差を詰める。アルテッツァ独走。しかし TRD アルテッツァはなぜか伸びない。早いな、インテグラ。04ではいい勝負をしたはずだが、どうした？ TRD 早いわ。インテグラ君のエンジン、シビックなんかもなんでそんな早いのねえ。俺シフトミスしてないよ。
この日の TRD のエンジンはド新品。それが原因か、加速が伸びない。こういうところのトレース性はやっぱ ATTS あった方が楽だったかな。さっきからこればっかりやってる。さあトップのアルテッツァに後続が追いついてきた。この辺は速いね。この辺は速いんで、6速ギアがちゃんとねつながってくれるから。ほらこの辺がねシビックも来ちゃうんだよ。パワーウェイトレーションの差ですね、これは。さよなら。もう安定してる、安定してる。だけどスカイラインも足いいんだよ。1コーナー行くか。スカイライン FR 同士の激しい攻防が続く。一旦バックオンしてましたよ、中谷さん。早いよね、アルテッツァ2リッター NA で、こっち 2.5 のターボだからね。やっぱりビスカスはちょっとダイレクト感に欠けるな。中谷さん、今なんかわざとアクションを起こしてるよね、ダンロップ下で。ハンドルダーンと切って荷重変動をわざと起こして、アンダー、立ち上がりのアンダーなくすような感じで。冷静にアルテッツァを見てるけど、タクちゃんバトル中ですよ。でもよくわかりました。じゃあ私は読者の車なんでお先に。最終コーナーこっちは早いねな。アルテッタブレーキングで差を詰める。コーナーこっちの方が早いな。土屋さんどうしちゃったんですか。あ、もしねえ、旋回性能は高いのに6000あたりが老けていかないのか。ね、3に入れて置いてかれるから、この辺なんかは早いもんね。スカイラインの次はインテアール軍団がアルテッツァに迫る。さあミヘアのブレーキング勝負。ガンさんがインに入った。ハットリスリードアも続いてインへ。さあバックストレート勝負だ。こいつら頑張れ。よし早い。今に見てろよ、きっとすごいの出すぞ。取れたかって。なんとアルテッツァしなやかな足でコーナーはインテアルと合格。うっそー、この先のパワー。バトルは早くもファイナルラップ。アルテッツァはこのまま終わってしまうのか。コーナー遅いよ、インテグラより。あ、インテグラよりじゃない、インテグラの方が。こっちの方がコーナー早いよ、さすがFRだよ。アルテッツァブレーキングで詰める。後方ではエンジン不調で苦しい土屋 TRD を含めた3台がバトル。こちらも目が離せない。3になんで入んねえんだろうな、この車。インフィールドは速い。加速ではやはりインテアルか。やや差が開いた。インテアルに比べて200キロ以上重いアルテッツァ、立ち上がり加速はインテアルが完全に上のようだ。おっと前の2台危ない。当たる当たる当たるって、本当にもう。バトルはスカイラインが制した。しかしファステストラップはインテアール3ドア。
ある程度観察したんで、勝ちに行こうかなと楽勝でしたね。やっぱりね、先輩をいたわるって気持ち大切だな。いやいや、いたわるじゃない、車いたわってるだけ俺は本当に。FR でやっぱそれなりの動きはしてますよね、うん、でただ限界考えるとやっぱインテ軍団の方がサーキットだよな、ね、もうやっぱり、ね、それはありますね。150とか200キロとか違うから、うん、だけど乗ってて面白い。面白そうですよね。楽しそうだよな。そうそう、見てたらすごいいい感じで身のままに操れるから、うん、後ろから見てて最初中谷さんの動きをすごい綺麗でしたよ。だから最初はね丁寧に走ってて、もう抜かれちゃってから遊ぼうと思って何でもできるって感じで、それで 1コーナーから1部屋行く間なんて加速全然変わんないんだよね。2.5 のターン立ち上がりにトラクション考えるとやっぱ FR の方がピュッて行ってる感じするんだけど、うん、それまでのコーナリングスピードはねアプローチとな、やっぱり感じとしてはタイプあるみたいなアルテッツァがあったらすごい面白いと思うんだけど。あ、そうだろうね。だからやっぱりサーキットに合わせたの欲しいよな。欲しいですよ、まあ、今回ちょっと TRD 仕様っていうのもあって、まあ、もう一個さ、もう一個進んだ、ね、TRD 仕様が遅いんだよ。どうしたの？シビックにもプレリュードにも直線で抜かれる TRD 仕様。なんかエンジンおかしいんじゃないこれ。コーナーは速いよね。でもコーナーはすっごい速い。コーナーはものすごく安定してるし、ブレーキも安定してるしね。ただ今回エンジンだけがちょっとおかしかったね。全然もうパワーがなくて、まあ、新しすぎて、まあ、エンジンもだし、エンジンもちょっと重いのと、あとコーナーでも動きはこう綺麗にリニアに動いてるんだけども、やっぱりサーキットに来るとさ、もうちょっとやっぱり固めて軽量化してほしいな。こっちね18インチなんですよ。だちょっとバランスとんどん難しくなってるのかもしれないけど、まあでも基本的にね、いい車ですよ、アルテッツァ。いや、俺もそう思うよ、うん、いや僕も乗ってる、今日は乗ってなかったけどね。面白そう。これからやっぱアルテッツァバトルでどんどん出して鍛え上げて、そうですね、タイプあるみたいな。だって市販車がまず出てすぐ追っかけで TRD が出てくるっていうのがさ、すごいことだよ。やる気満々、やる気満々だから、こっから先が面白いと思う。